イルハートに重大発表！はい、というわけで、あなたの心にイルハート！今回はですね、電撃プレイステーションさんから重大発表があるということでね、いや、イルハートも本当に本当にまだ知らないんですけど、まあさあね、ここで重大発表と言ったらね、わいや、あれですよ、あの VVVTuneのイルハート3000とか、いや、ともかくね、重大発表の前に電撃プレイステーションさんを紹介していきたいと思い、電撃さん大好きです。今回はなんと VVVTuneが表紙です。なので今当然この号はね、 VVVTuneを大特集、イルハートの代わりに電撃っ子が開発現場に取材に行ったり、まあイルハートの代わりでね、こうネプテューヌさんのインタビュー付きラフスケッチを紹介しまーす。そしてそれに合わせて電撃スペシャルパックが登場。今回はですね、新商品として VVVVTuneの電撃スペシャルパックが登場しまーす。特典としてはダダン、アクリルキーホルダー4メガミセット、ダドン、ちょっとエッチな DLC 衣装、ダドン、ビーズタペストリー。はい、ということで VVVTuneの興味のある人はぜひ。いやー、なんか本当は中身を見たいんですけどまああれですよね、これは多分最後の方がいいですよね。いいですよね。今月号はその他にも、いつも通りのまあ電波姉妹やネプテューヌ OVA のスペシャルパックの紹介をしております。予約締め切りは3月の22日までらしいので、あのね、まだの人を忘れてる人はぜひぜひ予約をしてください。はい、あとね、あのあれです、あの電撃ネプの回ではつなこママの寒い冬がポカポカ温まるシチュエーションイラスト見逃さないでください、ママはい、そーして、そしてそして、ジャガ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 、今月も電撃イルハートのページが載ってまーすはい、いや、今月は、なんだろうな、あの基本、ただぼやいてるだけみたいなコラボの気もするんですが、まあね、最後の重大発表でこんなぼやいてる日々を終わると思わない！というわけで、はい、 VVVVTuneのページ見ていきたいと思います。よいしょ、いや、あの、いたけど、パパの姉妹。え、これが重大発表ですよね。おー、びっくりした。いや、まさかさ、ルミテアがいるハートより先に VVVTuneにね、まあいや、びっくりした。うー、どうで、いねえぞ。おい、重大発表
表がないことが重大発表なんですか。おい、あもう毎回嫌がらせが高みだな。おい、あもうなんなんですか。イルハートが怖い動物は、動物、うん、あいつめっちゃ怖いと思う。あの深海魚。いや、なんかさ、何お前たちどのようにあのご先祖様と意思の疎通をして、なぜその見た目になったのかみたいなやつめっちゃいるじゃないですか。なぜそんなにカラフルなのかみたいな、強靭な顎をお持ちなのかみたいなやついるじゃん。なんか、あと、あれだよ、あの、深海魚ってさ、こう、暗いから目が見えなくてもいいんだっけ？逆だっけ？見えなくてもいいんだよね、確か。だからなんかさ、目がさ、真っ白なやつとかいいんじゃん。こう、16ミリぐらいのさ、でっけえカラコン入れて宇宙人みたいになるやつあるじゃん。なんかあれの逆バージョンとなんか似たような概念を感じるからちょっと怖いなって思います。ただ怖いなとは思うけど嫌いではないんですよ。ここね、ここあの乙女心なんですけど、そう、嫌いではないの。見た目怖いしキメえなって思うんだけど、嫌いじゃないから結構水族館とか行くと深海魚コーナー行こうとか言って割とね、あのうわキモーとか言って見てたりするんですけど、いやでも深海魚ってそもそも動物なのかな。魚は動物ですか。どうなんだろう。じゃあ魚が動物のじゃなかった時のためにもう一個言っておくと、やっぱり一番怖い生き物ってなんだかんだ人間だと思います。以上、また次回、グッバイ。